はい、皆さんお疲れ様です。今金曜の夜に、レコーディングしてるんですけど、もぐりさん忙しい1週間終わりましたね。いやー、ここ2週間、本当、人外だった、本当に。社畜の極みだったんで、徹夜やっとかしてるでと、しょ、だって仕事で。いや本当、仕事で徹夜すると思わなかった、俺、本当に。まあ、こ僕なんれ、か徹夜したの学生の時の中間試験とか期末試験以来してないですよ、遊び以外で。いや、俺もそうだったんだけどね。どこで間違えたのかっていう感じだけど、ちょっまあ、と楽信じられないっすしね。まあ自分のね、やり学業が活かせる仕事についてるんで、まあ、そこはモチベーション保ってますけど、まあ、今後どうなるかって話ですね。まあ、そこは置いといてって話ですけど。いやー、お疲れ様です。いや、お疲れ様です。まあ今週もいろいろありましたけど、結構なんか大手企業がメタバースに参戦、まあ、入ってるっていうところで、まあ、Facebook から始まってきましたけど、まあ、最近だとあれですよね、スクエニとか、ディズニーとかもメタバース入ってくるぜみたいな、NFT ゲームやるぜみたいな感じで言ってるんで、結構どんどんこう広がりが、期待できそうなところはありますよね。そうですね。このまてと、ま広がっていくといいですけど、まあ、スキャムにも注意しなきゃなというそう一だ方ね。であるかなと思いますね。まさになんですけど、まあメタバースも広がりを見せてる中で、エバーグランデがなんかちょっとやばいみたいな、中国の不動産のやつやばいっていうところで、若干なんか今週下がり見えましたけど、僕らが紹介した2つの、トークンがぶち抜きをスカイロケットを見せてますというところです。で、イミュータブレックス、イーサリアムの、レイヤー2ですね、今これ見せてるところなんですけど、もう今、多分10日、まあ、3ドルをそこにしていて、最近もうぶち抜けを始めたってところ、今700、そうだね、最トッ高プでで800円超えた。800、まあ、300円ぐらいから、300ちょいから800まで今、UWX 紹介したやつ、ぶち抜きを見せてるっていうところで、なんていうんですかね、例のエヴァーグランデの、事件というか、デフォルトあるんじゃないかみたいな話もありましたけど、そこにもめげずに、こいつだけ一人でスカイロケットしてたんで、なんやこいつはみたいな感じになってましたと。で、もう2つぶち抜いてるやつがファンタズマですね。今、ソウル、これも、ゲーミング専門の、まあ、プラットフォームみたいなところでご紹介したんですけど、こいつめっちゃぶち抜いちゃいました。いや、100、俺、いいよ、どうぞどうぞ。いや、100円をずの下をずっとこう言ってたんですけど、ぶち抜きが始まって今でも239円かな。まあだから2倍にはなってると。ちょっとぶち抜きが始まってます。いや、本当ですね。いまあ、やー、実際、イミュータブレックスは、まあ、イーサリアムのレイヤー2ってことで、まあ、硬いかなっていうのは自分の中であったんですけど、まさかソウルがこんな、ね、ぶち抜くとはちょっと思ってなかったなと思って、ファンデびっメンくりタしルてまが見す。えないっすよね。そうだね。ちょっとまあ UI 関係もちょっとデザイン的にどうなんかなとは思ってたけど。ダサいっすけど、まあちょっといろいろぶち抜きが始まってるっていうとこなんですけど、紹介したやつ2つだけですけどね。まあ今回、まあ一旦雑談はちょっと置いときまして、今回ご紹介したいのは、いわゆる今まで紹介してこなかったシューティングカテゴリーですよね。 FPS とか、まあ、シューティング系のゲームをの NFT ゲームを紹介していきたいなと思ってるんですけど、3つ、まあ、いろいろシューティングゲームあるんですけど、結構ダサいゲームも多い中で、まあ、3つ、まあ、とりわけ特に2つはもう激ヤバみたいなところなので、ゲームを発見してしまったので紹介したいんですけど、まあ、いきましょう、じゃあ、というところで、で、最初の、まあまあかなっていう、まあまあでもないですけど、ちょっとこういうゲーマムあるシ。なっていう。はい、あるなってところでご紹介したいんですけど、一応メタランズっていう、まあ、NFT、これ FPS シューティングゲームになりますけど、まあ、こういう感じの、ホームページになっていて、まあ、ここに、まあ、今まだゲームできないんですけど、ピッチデックで、まあ、なんか 資料が、まあ、ホワイトペーパーが要するにあるっていうところなので、まあ、ここで覗いてみるんですけど、めちゃめちゃホワイトペーパーがダサいと。メタランズやる気ねえなみたいなとこで、ザ・プロブレムっていうところで、なんかまあ今の業界の問題というか、今のゲームの問題ですね。まあ、要するに、なんだろう、そのゲーム内入手したものって自分のものになりませんよねみたいな当たり前のことを書いていて、それが問題ですと。
で我々のまあなんかオポーチュニティな市場チャンスみたいなところを書いてあったりとか、まあデジタルオーナーシップがイコール NFT ですよねみたいな当たり前の話をこうホワイトペーパーに書いていて、あセンスねえなーとか思いながらちょっと見て、じゃあゲームプレイティザーどんな感じなんとか言ってあの YouTube を探ってみたんであったんですけど、一応これが、ティザーになるのでちょっと流したいなと思うんですけど、ちょっと流します。ちょっとモグリさんの感想も聞きたいなと思うんですけど、なんかこれもしかしてサドンアタックのティザー流してる感じこれなんか俺らが中学の時にやってたゲームかな中二時代を思い出すよね。なんか中二時代、うん、これを徹夜でやってたなみたいな、ゲーマーやってたなみたいな、ファイアーインダフォーファイアーインダフォーとかやるかやってたよね。なんかやってたね、うまい下手は別としてやってたよね。これはね流行ってね、ファイアーインザホーとか言って中学時代、そうなんか、グラフィックどうすればこんな2000年代感出せんの逆にみたいな。なんか僕このなんだろう、マーケティングが下手だと思ってて、なんかビデオなんかゲーム自体にコンセプトあるじゃないですか、それをこうストーリー仕立てで伝えないといけないと思うんですよね、うんうんうん、だから なんかとりあえず場所移してみたいな、しかもセンスない場所移してみたいな、なんか紹介してんのになんか愚痴ばっか言って申し訳ないんですけどあのこれはあの残りの2つを褒めるためのこれ伏線として利用してるだけなんで、ちょっと勘弁してくださいってところなんですけど、まあ一応メタランズっていうのがあるみたいなので、まあこういうのもありますよっていうところで、 NFT ゲーミングやっぱちょっとあんまりクオリティ高くないのもまあまああるので、スキャンとかその辺には気をつけながらやりましょうねっていうところの、まあ残りの2つをよく見せるため の, あのただの伏線ではあったんですけど、まあ一応これトークンもあるので、まあこんな感じのトークンになってますよっていうところで、ね、興味があればってところなんですけど、めっちゃぶち上がってますね。でもね、なんでこんなんがぶち上がるのかなと思うけど俺はこれ300ちょいから今5000、7000ぶち上がってますね。うん、ゲームのなんだろう、流行るのかなこれ、こんだけ高くなってるってことは。皆さんのコメントも聞きたいですけど、市場も今パンケーキスワップアクセスもそんな良くないですね。でもなんか売れてるんですね、パンケーキスワップで。 BNB か、まあまあそうだ、ね、買いやすいかっていうところですね。まあ、逆に言うと BNB しか、まあ、主なアクセスがなくてこんだけぶち上がってるってことは、界隈のバブルなのか、あの本当にゲーム性能のユーザビリティのところで評価されてるのかっていうのはちょっと分かんないね。希少性なんですかね、やっぱなんか、うん、やっぱ先行利益取ったみたいなところだと思いますけどね、うんうんうん、なんかはい、まあ今結構ぶち上がってるんですけど、まあなんか結構今売られてますね、でも結構下がってますね、うんうん、まああれですかね、エヴァーグランデがあったからちょっとその辺の日程がまあわかんないですが下がってますねってとこで、でこっから残り2つマジやばいのを、ご紹介したいと思うんですけど、まあ皆さんご存知だったらちょっと恐縮なんですが、1つ目紹介したいのはこのファントムギャラクシーですね。もうホームページ開いた瞬間マジやばいって感じなんですけど、これなんで作ってんですかね。ねえ、わかんない、アンリアルっぽいけどね、どうなんだろうね。爆発とか半端じゃないことになってますけどね、映画みたいになってるって、なんかスピルバーグ映画って感じだな。そのディテールもすごいですよね、この隕石っていうんですか、もうトランスフォーマーだもんねこれ、リアル、うん、もうマイケル・ウェイ絡んでるみたいな感じになってますけどね爆発、ま、はい、ま、詳しいなんか話とかまたおいおい別途ビデオでやりたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、ここは概要編っていうところで、一応ファントムギャラクシー、まあロボットを操作して、まあ、スターアトラスみたいな感じですよね。なんかまあただロボットを操作して戦っていくみたいな感じにはなるかなと思うんですけど、一応今チャンスとして、ここでウォレットを今メタマスクつなげておけば、なんかエアドロをなんか今後もらえるみたいなんで、絶対インストールウォレットしといた方が、コネクトウォレットした方がいいですよっていうところで、やっといた方がいいと思います。でなんかホームページの作りもセンスあるなっていう感じなんですけど一応ロードマップとしては、ゲーム
アーリーアクセス、アーリーアクセスゲームラウンチが、2022年2級なんで、まあ、もうちょい先かなっていう感じでありますけど、まあすぐ仕事してればもうこんなのすぐに来そうな感じはしますけどねっていうところで、秒だねこんなの、秒っす、はい。でまあやばいっすねこのグラフィック。いやね、こういうのを用意してくれてるのがまずありがたいよね、イメージがあるし。そうだね、なんかマーケティングしっかりセンスありますよね。さっきのね1個目に比べるとだいぶマーケティング能力違うよなって思いますよね、うん、キャラクターがすごいっすね。なんか犬屋敷、あれ名前、あれ名前をど忘れした、高架機動隊みたいな、はい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 、キャラクターいいっすね。なんかこうかわいい。まあでも、センスいいなっていうところで、で実際のそのプレイ動画みたいな、プレイ動画じゃないかな、ティザーかな、トレーラーがあるのか、トレーラーとプレイ動画があるんでちょっと見てみたいなと思うんですけど、じゃあ、トレーラーから流したいなっていうところで、すんごいことになってますねこれ、もう映画見てるみたいな、マイケル・ベイ絡んじゃってますよねこれは。本当にリアルトランスフォーマーだからね、うん、さっきとで映像とホームページの映像と同じだけど、リアルトランスフォーマー、やっぱトレーラーに爆発シーンとかアクションが豊富だといいですね。あ、なんかあと何種類か、映像あったと思うけど、うわすげえなこれ、ちゃんとプレイ動画だからねこれ。プレレンダリングみたいな感じで映画みたいにしてるだけじゃなくて、これが多分実際のプレイ動画になってると思うんですよね。そうするとこのクオリティでこうゲームができてく、できるんだろうなっていうイメージがすごい湧くし、まあ、成長に期待っていうのがあるかなと。銃でバンバン撃つだけじゃなくて、しっかりこう地上戦みたいなのもあって、ゴーゴーレンジャーのあのでかくなるやつみたいな操作できるみたいな、ちょっと伝わんなかったか。なんか すごいディテールもしっかりしてるし、メタバース感があっていいっすよねこれ。まあ、コンセプト的に宇宙ってところを取るとスタートラスはちょっと被るけど、また全然別物のゲームとして捉えた方がこれはいいかなと思います。これちょっと激ヤバそうなんですけど、まだトークンが発行されてない気はするんですけどね、なんかホームページ見る限り。またここは別途追って、別途より詳しく調べて情報を出していきたいなと思います。で今ゲームフッテージみたいなの出してるんですけど、すごいことになってますよねこれ。アーマードコアみたいな感じだね。この待機スペースもそそるねこれ。ドックにガンダムみたいな、ね、センスを感じますね。なんかまあ僕は個人的にあんまりロボットものは好きじゃないんですけど、なんか全然そそられますね。いやいいよ、楽しそうだよこれできたら、うん、ザ・メタバースみたいなゲームだねこれ、うん、トランスフォームしてるし、VR でやりたいな、できるなら、うん、本当に廃人になりそうっすね今後メタバース上で、うん、メタバース廃人みたいな言葉が流行りそうっすね将来。まあ、ちょっと流行語見据えてメタバース廃人ってちょっと言ってくこれから、うん、名前変えますかメタバース配信で。ディープスペースエクスプローラー改めメタバース配信ということでやっていくか。はい、まあこれがファントムギャラクシーになるんですけど、まあ詳しい内容ホワイトペーパーとかきっちり読み込んで、詳しい内容は別途個別でビデオやりたいなと思うんですけど、動画やばいし、今コネクトしウォレットコネクトしとけば NFT もらえるみたいなんでやった方がいいですってとこですね。はい、
で最後、これもぐりさん激推しのやつなんですけど、いやね、初め寝起きボーイに紹介したとき、いや俺は FPS 興味ないからみたいな感じで言われて、なんかなと思ったんですけど、どうですか、調べてみて、どうですか。いや、自分たちでも AAA ゲーミングとか言っちゃって、なんなんこいつとか思ったんですよでなんか自慢し、なんか自慢げにやってんなみたいな感じだったんですけど、やばいっすねこれ。もう映像がすごすぎて、ちょっとこれもちょっと見てゲロ吐きそうになったんですけど、あのアンリアルエンジン、これ5ですよね。なんかスタートラスと同等の、アンリアルエンジンのバージョンでやってると。でこのロゴの感じもしっかり作り込まれてる感じとか、いちいちこのウェブサイトのセンスを感じさせられるというか、まあどういうゲームかというと、あれですよね、もエイリアン倒す、銃で倒す系のゲームですよね。うんうんうん、フューチャーオブゲーミングっていうところで、かっこいいですね。ストレンジャーシングスに出てくるようなね、うん、デモゴルゴンみたいなやつをぶっ殺していくっていう単純ゲームかもしれないですけど、ビカムアシーカーとか書いてある、ね、サイトのセンスすごいよねこれ。うん、まあちょっとロードマップ的にはまだあんまり、なんだろう、うん、もうちょっと先になるのかなってとこはあるんですけど、ツイッターのなんかこれの紹介を含めたなんかゲーム紹介みたいなやつの、デザイン の画像、まあ、ちょっと後で動画内で出てくるかもしれないですけど、それ見るとアーリーアダプターとかじゃなくて正式リリースが2024年とかになってたんで、うん、まだちょっと先なのかなと思うんですけど、うん、まあ、それこそ先行投資的にな目線でも今の時期にこれ仕込むのも まあ、ありかなと思いつつ、2024年だと、まあ、本当に開発されていくのかなっていう不安はちょっと、まあ、あるっちゃあるという所感ですね僕の。チームもね、あの匿名じゃなくてしっかりみんな顔出して、うんうんうん、センスある感じですよね。なんかあの廃人じゃないオタッキーじゃない感じがいいというか、猛者たちが集まったみたいなね。うん、なんかマーケティングのこの女性もめちゃくちゃセンスありそうな感じがいいですよね、はい、はいはい、まあホームページはもういいから動画出せっていう感じなんですけど、まあ、また別途ホワイトペーパーとか、プライスの確認とかは別途個別であのビデオでやりたいなとか、あのやりたいと思ってるんですけど、一旦ティザーがあったんで出したいなと思うんですけど、あれもうゲームプレイを出しながら Unreal Engine 5でやってますよってところで、31秒ですね。もう動画を見てなんかすごさとどういうことができるのかとか、この人たちのメッセージがすぐ分かりますよね。なんかしかもこれ31秒だからね、これ動画。そう、この31秒の中でこの要するにこのやっぱカスタマイズしてプレイトゥウィンというかプレイトゥアーンすることがやっぱ多分当然キーメッセージになると思うんですけど、それをしっかりこういうセンスのある形で伝えてるっていうのはもうマーケティングセンス抜群だなっていうのが僕はすごい思いますね、うん、俺もそう思う。FPS 好きとしてこのプレイ動画だけでもワクワクするし、あやっぱここだと思うんですよね。やっぱNFT を使って自分のウェポンとか、何装備を要するにこういうここっすよね。ここがかっこいいというか、まあ、一番うん、あ、いいよ。その装備を使ってプレイトゥウィン、ハント、プレイトゥウィンっていうこのメッセージがすごく伝わりやすいというか、いいですよね、センスが。何回もセンスいいって言ってますけど、うん、ロゴも出してっていう形で。やっぱその NFT ゲームをやることの前提として、そういうウェポンとか装備とか、それはもちろん自分のものにできますよねっていう前提があって、それをあえて説明してるのが一番初めのやつで、そんなの当たり前じゃんっていうのが
まあ、ちょっと調べれば分かると思うんですけど、それを通り越して前の2つ、このファントムギャラクシーとクワンタムプロジェクトクワンタム、この2つはそれを通り越して自分たちが表現したいもの、プレイしたいものっていうのがちゃんと前面に出てるっていうのが、投資する対象としても、確信を持って、多少1個目のやつよりは確信を持てるというものになってるし、実際のホームページもクオリティ高いものがこうすでに公表されているというところで、僕は評価が高いかなというふうに思ってます。はい、まあいろいろ僕もこれすごいなと思って深く調べたんですけど、それはまた別途のビデオでおいおいやりたいなと思ったんですけど、一応以上が今あるシューティング系でやばそうな、参戦というところで、皆さんはどれが一番やばいと思ってるのかとか伺いたいですけど、やっぱただきっちりゲームプレイとか出てきてるのがファントムギャラクシーなんで、それに一番なんていうんですかね、魅了されやすいっていうところはありますけど、まあプロジェクトクワントンも多分先行投資っていう意味ではすごい価値は高いかなってところなんで、また別途およいそれぞれメタランズはやらないですけど、最後の2つは別途個別でビデオやりたいなと思ってるんで、はい、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、楽しみですね。シューティング系は何だろう、こうあまりないというか目立ってないんで、ぜひ。そうだね、ただでさえ YouTube のゲームプレイでゲーム実況とかでもやっぱ今FPS は熱い部類に入ると思ってるんで、それがこの NFT ゲームの中でもこのクオリティで出てくるってことのデカさはあると思いますね。じゃあまた別途個別でビデオやってきますので、ぜひ見ていただければと思います。一旦これは概要編というところで見ていただいてありがとうございました。はい、じゃあバイバーイ。じゃあお疲れー。